はい、望月凛です。今日はミニマリストのたけるさんの書かれた月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活について解説していきます。突然だが、お前には成し遂げたいことや叶えたい夢はあるか？そんなに大きい夢ってほどではないですが、今資格試験の勉強をしてます。でも仕事が終わって家に帰るとついテレビに夢中になったり漫画を読んだりしちゃって、なかなか勉強が進まないんですよね。なるほどな。やりたいことはあるけれど、なんとなく毎日をダラダラ過ごしてしまっているのか？そんな感じです。今日の授業はそんなお前にぜひ聞いてほしい内容だ。え？今日の授業ってミニマリストについてですよね。それって僕に関係ありますかね？いいか、最初に言っておくと、お前が自分の目標を達成できずに毎日なんとなく生きてしまっているのはいらないものに囲まれているせいなんだ。いらないもの？ああ、今のお前は余計なものに囲まれすぎて大事なものを見失った人生を送っている。もっとも、人生の時間を無駄にしたいならそのままでもいいかもしれないな。いやです。そうだろう、人生は有限だ。ダラダラ過ごしていたら一生なんかすぐに終わってしまうぞ。それは確かに。多くの人はミニマリストを物を減らしまくる人と捉えているが、それは間違いだ。え？そうなんですか？ミニマリズムとは自分に必要なものを大事にする生き方のことなんだ。今回の授業を受ければ、ただなんとなく生きているだけの人生をやめて、自分にとって大事なものを優先して生きるための方法がわかるようになるだろう。おお、もっと本質的な部分についてわかるっていうことですね。これは今の僕に必要そうな気がします。ああ、今のお前にも学べる部分が多いはずだ。では授業を開始する。まずはこんな人生にしたいというビジョンを明確にするということを説明するぞ。ミニマリストがなぜ物を減らすのか、それは自分が本当にやりたいことを優先するためだ。そのために部屋から必要のないものを減らしている。部屋から必要のないものが減れば必要なものだけに囲まれて自分がやりたいことに集中できるようになるからな。ミニマリストの方の部屋があんなにすっきりしているのは自分に必要なものだけを残した結果ということですね。そういうことだな。ところがお前はどうだ？今のお前の部屋には不要なものが溢れすぎている。それは人生の目的がうまく定まっておらず、なんとなく物を買ったり集めたりしてしまっているからだ。確かによく考えずに部屋に物を置きまくっている気がします。そんな状況では他のことに気を取られてダラダラと毎日を送ってしまうのも当たり前だ。本当にやりたいことをやるためには生活をもっとシンプルにして叶えたい夢に集中できる環境を作ることが大切だ。まずはこの叶えたい夢をはっきりさせよう。目指すゴールがはっきり定まっていなければ、何が必要で何が必要ないかを見極めることもできない。資格試験を受けようと思っても、まずは目指す資格を決めなければどんな参考書を買っていいかわからないだろう。確かにそこがしっかりしていないと何が必要か判断がつきませんね。部屋から物を減らしてシンプルな生活に整える前に、まずははっきりした目標を決めないと何を減らすべきか何を残すべきかを判断できない。まずは今までの人生を振り返ってどんな人生にしたいのかをノートなどにまとめてみよう。そうすれば今の自分に必要なものがおのずと見えてくるようになるぞ。目標が決まったらあとは部屋のものを減らしていくだけだ。ここでのポイントは、無駄なことや物に時間やお金を使ってはいけないということだ。部屋の中にある自分の叶えたい夢とは関係のないものは捨てていこう。関係なくても必要なものってあると思うんですけど、例えばテレビがないとニュースが見られなくて困りませんか？そのニュースを見ることでお前の試験勉強が進むのか、お前の夢が一歩前進するのか？いや、そんなことはないですけど。お前は資格試験の勉強をしようと思って家に帰るとついテレビや漫画に夢中になってしまうと言っていたな。つまりテレビはお前の夢の邪魔をしているんだよ。大事なことは夢に向けてひたすら集中することだ。無駄なことや物に時間やお金エネルギーをつぎ込んでいたらあっという間に一生なんか終わるぞ。確かに時間もお金もエネルギーも無限にあるわけじゃない。全部有限なんだ。使い道を間違えるとどんどん夢から離れていく。貴重なリソースを無駄なものにどんどん吸い取られていくんだ。そうか、お金も時間もいくらでもあるわけじゃないですもんね。例えばお前が明日から夢を叶えるための修行の旅に行くとしたら、キャリーケースには何を詰めるのかを考えてみてほしい。きっと今のお前にとって大切なもの、必要なものだけを詰め込むだろう。そこに入れなかったものは実はお前にとってなく
くてもいいものである可能性が高い。そういうものをどんどん手放していくんだ。部屋に残すって考えるとあれもこれもって考えちゃいますけど、荷物を小さくまとめなきゃいけないと考えると残すものはいろいろ限られてきますね。僕だったら漫画もテレビも持っていく必要はなさそうですね。ああ、なくてもいいものやどうでもいいものにお金や時間、エネルギーなどを吸い取られる生活をやめて、自分にとって大事なものだけを残そう。ここまで自分の夢に必要なものだけを残していくということについて話をしてきたが、それでも捨てるべきか判断に迷うことはあるかもしれない。確かになんだかんだで迷っちゃいそうです。明確な基準とかがあればいいんですけど。そういう時は次の3つの基準に当てはまるものを残すといいだろう。1、お金を生み出してくれるもの。2、時間を生み出してくれるもの。3、ポジティブな気分にしてくれるものの3つだ。ふむふむ。このお金、時間、心の3つの条件に当てはまらないものは徹底的に処分してもきっと後悔することはないだろう。なんとなく捨てずに取っておいた元カノとの写真なんか見ているだけでネガティブな気持ちになるだろう。そんなもん捨てろ。厳しい。この基準に当てはめてもさっき話していた漫画やテレビなんかは必要がないということがわかるだろう。あれはお前から時間を奪うものだからな。なるほど、この基準で考えるとわかりやすいですね。おう、そんなものは今すぐメルカリに出せ。逆に仕事道具なんかは捨てたら困るということだな。仕事道具はお前にとってお金を生み出してくれるものだ。これは残しておこう。洗濯機や掃除機など生活を効率化してくれる家電などは時間を生み出すものに入るだろう。捨ててしまったら家事にものすごく時間がかかるようになってしまうからな。これは残すべきだ。洗濯機を捨てて洗濯板で毎日服洗ってるって本末転倒ですもんね。ああ、そんな昔話みたいな生活をするよりは現代技術に頼った方が明らかに効率的だろう。時間も大事なリソースだ。このようにお金、時間、心の基準で選べば迷うことなく物を仕分けることができるぞ。いざ片付け始めようと思い立ったはいいものの、どこから手をつけていいかわからないという人も多いんじゃないか。はい、僕です。無駄に元気だけはいいな。そんなお前のためにスモールスペースから片付けるということについて解説しよう。片付けを挫折する人の多くは捨てるものが難しいものから取り組み始めてしまうことが多い。大事なのはできることを見つけて簡単なところから始めることだ。そこでまず小さな空間から片付けていくことが有効だ。小さい空間？どこのことですか？まずはバッグの中やお財布の中から始めるといいかもな。お財布の中に不要なレシートは溜まっていないか、使わないポイントカードは挟まっていないか、こういう小さなところにはゴミが溜まりやすいが比較的簡単に片付けることができる。なるほど、それくらい小さなスペースからだったら簡単に片付けられそうですね。こういう小さなスペースはお前の部屋の縮図だと考えろ。ここが綺麗にできなければ広い部屋を綺麗にすることなど不可能だ。まずは財布の中などから始めて収納ボックス、冷蔵庫の中など段階的に片付けるスペースを広げていけば挫折せずに片付けを進めていきやすくなるぞ。いいですね、試してみます。必要なものはなりたい自分になりきって考えるということについて解説するぞ。ここまで物を減らすということについて話してきたが、決してミニマリズムとは減らすこと、増やすことはいけないことというわけではない。ここはミニマリズムについて多くの人が誤解している部分だ。物、こと、人は必要であれば増やしてもいいんだ。あ、そうなんですか？僕も誤解してました。ただ増やすときは自分に必要なものを選ぶということを忘れないでくれ。無駄なものを増やせばまた元の生活に逆戻りだ。どんなものを増やせばいいか悩みますね。そこでアズイフの法則というものを利用しよう。これはのようになりたければのように振る舞えばいい、それが現実になるというものだ。つまりお金持ちになりたければお金持ちかのように振る舞えばいいし、めちゃくちゃできるビジネスパーソンになりたければそのように振る舞えばいい。理想の人物になりきるんだ。その理想の人物はどんなものを持ってどんな行動をしてどんな人と付き合っているだろうか。その人が持っているもの、こと、人を増やしていくんだ。なるほど、理想の人をお手本にしてその人が持っていそうなものを考えれば必要なものがわかるっていうことですね。そういうことだな。
きっとできるビジネスパーソンはシワクチャのスーツなんて着ていないだろう。自分の体にしっかりとフィットするサイズのものをパリッと着こなしているはずだ。確かに身につけているもので仕事相手に与える印象も違いますもんね。そういう人はきっと普段の仕草も余裕があって相手に伝わりやすい言葉を選んで話すかもしれないな。なるほど、そういうところも学べそうですね。ああ、物だけじゃなく仕草や口癖、態度、人間関係なども必要であれば取り入れていこう。まずは自分が目指す位置に立っている人から学ぶ。そこに理想の人生を送るためのヒントが隠されているはずだ。次に、自由に使える時間をどう使うかで人生は大きく変わるという話をしよう。誰にでも時間は平等に与えられている。人生を無駄にしないためにお前ができることはこの限りある時間を有効に使うことだ。1日24時間の中で自分が自由に使える時間ってどれくらいか考えたことはあるか？あんまり考えたことなかったですね。ではまず最低限必要な時間を考えてみよう。睡眠は6時間として、食事は1日3食しっかり食べて2時間。お金を稼ぐために働かないといけないな。これは1日8時間としよう。最後に家事をしたり、お風呂に入るなどの細々した時間を1時間とすると、合計は17時間。つまり、1日のうち24時間から17時間を引いた7時間が自由に使える時間になる。7時間か。たくさんあるような、意外と少ないような。この7時間をどう使うかでお前の人生は大きく変わるということだな。お前はどうだ？ SNS をダラダラ見てしまっていないか？部屋に物が多すぎて探し物や片付けに追われていないか？物に溢れた部屋で7時間を無駄にしていないか一度考えてみてほしい。そう考えると僕はただダラダラしているだけで無駄に時間を使いすぎているかもしれないです。この7時間は大きいぞ。副業をしたり資格勉強をしたり人脈を広げたり友との友好を深めたり、お前が無駄にしている7時間で本当はたくさんのことを生み出すことができるんだ。そっか、僕が無駄にしてきた時間で本当はいろいろなことができたんですね。そうだな。この7時間をどう使うか決めているのは自分自身だ。それを無駄にするなんてもったいないと思わないか？そうやって言われると今までものすごくもったいなかったなって思いますね。この7時間の積み重ねでスキルも経験も人脈も何でも手にすることができる。この時間をどう使うかで人生が大きく変わるということをしっかり意識して時間の使い方を今一度考えてみてほしい。大事な人の連絡先だけ残すということについて解説する。片付ける部分は物だけではない。人間関係もそうだ。人間関係も物と一緒で友人関係や交流が多ければ多いほど時間とお金に追われるようになる。広い交流がある人はいろんな人から飲みや遊びの誘いがある。それって僕から見たら羨ましいですけどね。確かに見かけはリア充でキラキラしているように見えるかもしれない。だが考えてみてほしい。いろんな人からの誘いに応え続けていたら一人一人との交流の密度は下がるだろう。時間もお金もたくさん使うことになる。交際費がバカにならないですね。それだけじゃない。人間関係が広すぎると本当に大事な人と過ごす時間もうまく取れなくなる。スケジュール帳はいつもいっぱいで自分のため大事な人のために予定を入れる隙間がなくなっていくんだ。確かにそれは考えものですね。時間やお金が無限にあれば全ての人間関係に時間を使えるかもしれない。しかし何度も言うように私たちが持っている時間やお金は有限だ。だから人間関係も物と同じで自分にとって大切だと思えるものを優先するために不必要だと思うものは切り捨てていく必要があるんだ。自分が大事にしたい人との交流を深めていくためには一度人付き合いを見直してみよう。人付き合いを見直すか。確かに一度そうした方がいいかもしれません。具体的にはどうやればいいんですか？まずは連絡先を見直してみよう。1年以上連絡を取っていない人や親しくない人はまず連絡を取らないだろうから決していいだろう。今後も継続的に連絡を取りたい人や家族、仕事関係の連絡先を残してあとは削除してしまってもいいかもな。もし連絡先が全部消えてしまった時にこの人の連絡先は絶対に必要だと思えるものだけ残すんだ。なるほど。
うわ、改めて確認してみると、全然連絡取ってない人の連絡先がいっぱい残ってる。連絡先は定期的に管理していないと無限に増えていくからな。連絡先は定期的に整理しておくといいだろう。その上で新しい人脈を増やすなど、自分にとって必要だと思える人間関係を構築していこう。最後に何にお金を使うべきかを考えるということについて話をしよう。いいか、お金をたくさん稼げているだけでは幸せにはなれない。え？でもお金がたくさんあったら欲しいものが何でも買えますよ。それは幸せじゃないんでしょうか。例えばある男がいきなり年収1000万円になったとしよう。今の家が恥ずかしいからと見えでタワーマンションに引っ越したり、高級車をローンで購入したり、洋服もハイブランドのものを揃え始める。物欲や見えでひたすらに買い物をして、クレジットカードの請求は毎月どんどん増えていくだろう。そうなればそれを払い続けるためにずっと働き続けなければいけない。常に支払いに追われる生活をすることになる。仮にお金をたくさん稼いでいても、そんな生活って果たして本当に幸せなのだろうか。ずっと支払いに追われる生活ってなんか嫌ですね。見栄で物を買っているってことは、いくら物を買ってもその人自体は満たされていないのかもしれませんね。そうだな。ここからわかる通り、大事なのはお金の使い方だ。収入が少なくても幸せに生きることは十分可能だ。大事なのは好きなことややりたいことにお金が回せているかどうかなんだ。見栄に莫大なお金をつぎ込むよりも、自分が本当に好きなことやりたいことにお金を使えている方が心の豊かさは圧倒的に高まるだろう。多くの人は物欲を満たすためだけにお金を使う。しかしそれでは人生は何も変わらないぞ。確かに僕もなんとなくお金を使っちゃってました。結局捨てちゃったものとか、すぐ使わなくなったものも多いし、あの出費は無駄だったかもしれません。そういう人は多いな。今まで欲しいという理由だけでなんとなく使ってしまっていたお金の使い道を考え直してみてはどうだろう。自分がワクワクできることにお金を使えるというのは幸せなことだぞ。一時の物欲に任せてお金を使うのではなく、これは自分をワクワクさせてくれるか、ゆくゆくは自分の人生を変えてくれるかということを一度考えてみるといい。ということでまとめだな。こんな人生にしたいを明確にする。無駄なことや物に時間やお金を使ってはいけない。お金、時間、心を生み出してくれるものを残す。スモールスペースから片付ける。必要なものはなりたい自分になりきって考える。自由に使える時間をどう使うかで人生は大きく変わる。大事な人の連絡先だけ残す。何にお金を使うべきかを考えるだな。何か学べることはあったか。はい、自分の夢に集中するために物を減らすという視点はすごく勉強になりました。時間もお金も有限だっていう当たり前だけどすごく大事なことにも気づけました。それは良かった。必要のないものを減らすことで自分にとって大事なものにフォーカスできるようになる。人生は短い。その短い時間の中で夢を叶えていくためには優先すべきものをしっかりと見極めることが大切だ。今までの僕は時間もお金もなんとなく消費していたなって少し反省しています。これからは自分にとって何が大事なのかをしっかり見極めて、自己投資にお金も時間も使うようにしていこうと思います。そうそう、よくわからないものにお金を使うより私の授業にお金を払った方がお前のためになるということだな。お金はそこの集金箱に入れておけよ。あ、なんか話の着地点おかしくないですか。おかしくない、おかしくない。ゲセヌ。